ラッキーハッピー ATH、 こんにちは、仮想通貨女子のゆなゆなです。本日は私が今気になっている NFT プロジェクト暴走東京についてお話ししていこうと思います。実は NFT のセールがもう少しで行われるということで、この暴走東京について概要をお話ししていこうと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。暴走東京っていうのは、暴走族×サイバー SF をテーマとした NFT、メタバースプロジェクトになってます。で、日本のかっこいいストリートカルチャーを世界に届けるっていうのがコンセプトみたいです。こんな感じで、NFT がね、めちゃめちゃかっこいい感じになってます。この NFT のデザイナーっていうのが、ガンダムとかを手掛けた天神さんっていう方が、デザインされているそうです。暴走東京の4つの魅力についてお話ししていこうと思います。まず1個目、 NFT がかっこいいんです。先ほどお見せしたこの NFT、 なんか今までのある NFT とはちょっと違いますよね。今まではまっすぐ見てる NFT だったり、横向きのね、小豆の NFT みたいだったりあったんですけど、この暴走東京は振り返ってるっていうところが今までの NFT とちょっと違うなと私は感じてます。で、あとは先ほども言った天神さんっていう方がデザイナーとして入られています。で、この NFT っていうのは1万体のジェネレーティブ NFT としてリリースされるようです。暴走族にインスパイアされてる NFT ってことで、やっぱね、どれもすごくかっこいいデザインになってます。続いて魅力のその2つ目、商用ライセンスが付与されるっていうとこです。この暴走東京の NFT を使って、例えばシャツを作ったり、マグカップを作ったり、それを売っていいっていうライセンスが付与されます。実はこういう NFT プロジェクトっていうのはあんまりなくて、2つ有名なところがあるんですけど、1つ目が BAYC、ボアードエイプヨットクラブは、1億円までの制限があったりするんですね。だけど、この暴走東京っていうのは、その制限が全くありません。あとは、この暴走東京にデザインがちょっと似てるクロノ X とかは、商用利用はしちゃいけないっていう制限があったり、そういった他の NFT プロジェクトと比べると、商用利用していいですよ。何億円までっていう制限もありませんよっていうところがすごく魅力的に感じています。魅力その3つ目、ステーキングです。暴走東京のステーキングはレビングって言われるみたいなんですけど、この暴走東京の NFT には3種類の族っていうものに分かれるみたいです。この族の種類によってステーキングの報酬の量が異なってきたりするみたいです。他にもこのステーキングをすることでオリジナルサウンドがもらえたり、あとは 3D モデルの 2D 版 NFT がエアドロップされたり、いろんな報酬がされるみたいです。魅力その4つ目、リアルイベントに参加できるということです。暴走東京の NFT を持っていることで、リアルイベントに参加できるっていう特典があるみたいです。で、このイベントっていうのは、誰もが参加できるイベントっていうわけじゃなくて、この暴走東京の NFT を持っている人しか参加できないイベントなので、よりね、コアファンが集まって盛り上がるイベントになるんじゃないかなと思ってます。そんな魅力的な暴走東京のセールっていうのが、実はもうすぐ行われるみたいなんですね。はい。そちらについてお話ししていこうと思います。暴走東京のセールがまずね、2回あります。プレセール枠とパブリックセール枠、2つあります。プレセールっていうのは、ホワイトリストを持っている方のみ参加できて、8月6日12時スタートです。価格は 0.4 イーサ。日本円でだいたい今の時点で6万円ぐらいかなって思ってます。販売個数は2500体なんですけど、情報によると先着みたいなんで、ホワイトリストを持ってても買えない人もいる、出てくるっぽいですね。で、ホワイトリストを持っていない、一般で買いたいよって方は、その次の日、8月7日12時にパブリックセールが開始します。価格は 1.2 イーサから 0.6 イーサになってます。これはダッチオークションになってます。
販売個数は6500体前後ということで、もしねまだホワイトリスト持ってないって方は8月7日のパブリックセールに参加してみてください。でも今のところツイッターでホワイトリストを配ってるみたいな情報もあるので、もしね絶対欲しいよ、安い価格で欲しいよって方はホワイトリストをゲットしてプレセールの方から参加してみてはいかがでしょうか。実はこの暴走東京のイベントが6月か7月に第1回目が行われて、私も招待されて行ってきました。そのねイベントが本当にかっこよくて、でこの暴走東京をねいろんな方に知ってほしいなと思って今回は動画にしてみました。まあ、0.4 イーサから買えるっていうことで、まあ、ちょっと高いんで買うか悩むんですけど、いや悩んでるんですけど買えたらいいなと思ってます。気になる方もいたらぜひホームページや公式ツイッターをチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。少しでもいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひ SNS のフォローもよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。みんなで一緒に Go to Moon! バイバーイ!